丸、三角、四角、この美しい形はすべて木から生み出されます。今日のグッドサインは中川木工芸平工房。琵琶湖の西岸にそびえる平山地、蓬莱山のふもとにその工房はあります。主催者は中川修司さん。木桶作りの伝統の技を祖父の代から受け継ぎ守り続けてきました。うちのおじいちゃんが仕事してた頃というのは京都市内で250軒ぐらい桶屋があったっていうと、で僕が独立した頃は京都市内でも3軒にまで減ってたんで、次の50年は桶屋って存在しない未来になるんじゃないかなっていうふうには考えてましたけどね。木桶作りの技法は室町時代に確立したと伝えられます。300種類に及ぶカンナを使い分け、杉やヒノキなどの針葉樹をおひつやたらい、風呂桶へと変身させます。工芸っていうよりその民具やったり、もう生活の必需品みたいな雑記としてこう人々の生活を支えてきた歴史っていうのがあって、で逆に言えばその日常の生活の中で使われなくなってきた、だからその工業化が進んだ段階で桶っていうのは伝統工芸っていう風になってきたかなっていう風に思う。江戸時代には当たり前の道具だった木桶は今特別な器へと変わりました。これはシャンパンクーラー、フランスドンペリニオンの公式クーラーです。まあ、よく言われるのはやっぱり用の美のところですよね。道具としての美を追求するっていう、やっぱりその白木に対する一つの信仰っていうか、清廉さっていうか潔白さみたいなものっていうのをこう感じるところがあるっていうところでしょうね。琵琶湖の浜のに打ち上げられてるっていうか、石の丸っこさみたいなところがあったり、まあ、そういうところからこうインスピレーションあるんで、目の前の琵琶湖の風景に世界共通の美しさの原点があると中川さんは言います。まあ、自然の木の形っていうのにすごく魅力を感じるっていうか、まさにもう割れた形っていうのをなるだけこう触れずにもうこの形を生かしていくっていうような考え方で作るっていうことになります。その木に合わせた形っていうのを作り上げるような仕事もしていってますね。結ぶっていうのが桶屋の仕事で、この言うことをやめてしまえば結局これってバラバラになってしまうわけで、言っていくっていう職、言い物師っていう表現を桶屋使うんですけど、工芸が世界をそういうふうに一つにしていくことができるんじゃないかな。数百年の時を生きてきた木の命を後世に残す、その決意を持った職人の技が今もこの国には生きています。グッドサインはホームページでもさらにつながります。